番組ナビゲーターの中村美香です。2000年、まだレンタルオフィスという呼び方が日本に定着していない頃、レンタルオフィス銀座ビジネスセンターが誕生しました。本日ご紹介する企業はファイルナンバー70、株式会社アジル。さて、利用者がそのサービスを絶賛するレンタルオフィスとはどのようなオフィスなのでしょうか。銀座駅から徒歩2分、高級ブランドが軒を連ねる三幸通りと並木通りの交差点に位置し、銀座の中でも超一等地にあるレンタルオフィス銀座ビジネスセンター。エレベーターを降りると広がる洗練されたデザインのオフィス空間。こんにちは。フロントには受付業務を行う常駐秘書が2名、ソファーが並ぶラウンジは来客者や入居者のウェイティングラウンジとして利用されている。利用目的に合わせて選べる全22部屋は明るく仕事に集中できる。また1対 1.6 の黄金比でデザインされ、居心地のいいスペースになっている。会議、打ち合わせ、セミナーなど様々な目的、用途で利用されている。ホワイトボードやプロジェクター、コピー機などビジネス関連ツールも充実。こんにちは。こんにちは。数多くの起業家が利用し、また企業の東京支社としても利用されているレンタルオフィス銀座ビジネスセンター。月額5万円で全てのサービスを受けられるという画期的なシステムは一体どのようにして誕生したのか。私が銀座ビジネスセンターをスタートした2000年には、起業する際の経済的なハードルが高い時代でした。この問題を解決する方法を考えた末に、レンタルオフィス銀座ビジネスセンターのサービスを作りました。一等地の住所が使えて登記ができ、不在時には秘書が電話対応してくれて、利便性の高い場所で会議、打ち合わせ、デスクワーク、取引先への電話などができて、しかもそれが銀座で1ヶ月5万円であれば喜ばれるだろうと思いました。銀座ビジネスセンターは秘書サービスの質の高さが評判になっている。秘書は柔軟で機転を利かせた対応を心がけています。電話対応では秘書が受話器を上げようとしている、まさにその電話がお客様が1年間努力してやっと契約にこぎつけた大事なお取引先様からの電話かもしれません。このような緊張感を持って秘書は毎回の電話を丁寧に正確に感じよく対応しています。また快適にご利用になれますように、掃除も徹底的に隅々まで行っています。なので銀座ビジネスセンターの会議室の椅子はいつも一直線に揃っています。では実際利用されている企業はどのように感じているのか。銀座の住所が信用につながっています。受付や電話の対応がとても良いのでお客様に好評です。使う人数に合わせて部屋の大きさを変えて利用できるのも魅力的ですね。秘書の方々のサービスが画一的ではなくて柔軟に対応してくださるのでとても助かっています。この価格でここまでサービスを提供してくださるとは想像以上でした。とても満足しています。2005年から利用させてもらっておりまして、電話とかですね、メールの対応が非常に早いっていうのが一つも非常に助かっております。ビジネスセンターのスタッフさんはですね、実はここを利用する前によく似たサービスのところを2つ3つ見学させてもらったんですけども、一言で言うとこう凛としていると言いますか、特に私どものお客さんの方からですね、電話をしての対応が非常に良くて安心していると、好感が持てるというふうに私ども報告を受けてますので、そこは非常に助かっております。常駐固定で自分の部屋を確保されたいお客様へは、当ビル3階とここから徒歩5分のビルにレンタルオフィスエグゼクティブオフィス銀座をご用意しています。
これからもサービスの改善を続け、お客様の満足を積み重ねて、信頼を得て、おもてなしの心でお客様のビジネスをサポートしていきたいと思っています。